並みを見せてもらおう。だが君なら勝てるのかね。そのためのデルフです。期待してるよ。弱点はパターン青からオレンジ、周期的に変化しています。どういうこと？マギは回答不能を提示しています。答えを導くにはデータ不足ですね。ただあの形が固定形態でないことは確かだ。先に手は出せないか。これより攻撃に移るみんなを助けたい。来るべき。凍結を現時刻をもって解除。アルミ、一緒に。アルミ、出力最大。
攻撃が切れた。初号機活動限界です。シンジ君、動けよ。
私たちにはもうエヴァを止めることはできないわ。数少ない100億人のカラフルの皆さん、こんばんは。ハロー西です。はい、今日はね、エヴァのアマデジタイプを打ちましたね。はい、はい、まあ319の方はね、やってやってやりまくって、はい、ちょっととある動画を投稿して、かなり叩かれてとかもあったりとか、まあ思い出のある騎士だったんですね。ボコボコにされてたよね。ボコボコにされてるという感じなんですけど、はい、まあそのアマデジタイプを今日打ちましたよ。はい、うん、あんまり319と変わってないんですけど、うん、まあアマレジの方が結構小当たりラッシュにぶち込んで、うん、あのそこを増やすっていうのが結構大事かなと、うん、いう感じぐらいかな。うん、あ、なんかあれだよね、ミドルと同じ性能なんでしょ、小当たりラッシュ。あ、ほぼ一緒です。ほぼ一緒とか全く一緒かもしれないですぐらいの感じですね。はあ、すごいね。普通の当たりではなかなか出玉は伸ばせないって感じですかね。はいはい、はい、小当たりラッシュいかないと。そうかそうか、そこで思いっきり伸ばすタイプになっちゃったんだよね。っていう感じですかね。はい、あと電柱周り多分削るお店が多いと思うんですよね、アマレジは。だからそこの釘は皆さんチェックした方がいいかと思いますよ。そうっすね、そうっすね。はい、うん、悲惨なことになっちゃうからね。ですね、うん、なんかね、時短明けになんか初めての演出なんかゼーレモードみたいに行くんですよ。ああ、見た見た。うん、うん、でなんかゼーレがなんか喋って扉が閉まってみたいな感じで、はい、来るんですけど、あれもう毎回一番みたいな感じになるんですけど、うん、あれ特ず2で当たると勘違いしてビビりますね、あれ。おお、当たった当たったと思ったら、こういうスタンドみたいな。あれやめてほしいですね。確かにそうだよね。本当に、はい、もう見てるで慣れちゃってるからね。うん、そうなるわな。そう、特ず2で当たったのかと思っちゃいますからね。よーしってなるよ。そんなこんなですね、はい、そんなこんなですね。はい、まあ最中も使えるし、うん、こっちも使える部類だと思います、うん、ひねりも効くしね、うん、あ、いいね、全然ね、はい、うん、そんな感じです。はい、はい、じゃあ以上です。以上です。はい、はい、じゃあバイバイ、バイバイ。